勝敗は、マージャンにおいて、数量に必要なパイが残り1枚となった状態の、こと。また、この状態になることをテンパる、あるいは貼るという。転じて興奮する、浮き足立つ、パニックを起こすといった意味に使われることもある。マージャンでは原則として14枚の牌を用いて、数量型を完成させ、かつ、任意の役を成立させることで、数量となる。 数両型とは、特定の原則3枚の牌の組み合わせを4組と、同一牌二2枚の組み合わせを揃えた形である。プレイヤーの手牌は、通常13枚であり、ズモをすると一時的に14枚となり、直後に1枚捨てて、再び13枚に戻ることを繰り返す。手牌が13枚であり、有効な牌を1枚加えて、数両型となる状態を長牌という。 逆に言えば、超配とは、数量型の14枚から、任意の1枚を除いた13枚を持っている状態と、言える。超配時においては、量するために必要なパイを、数量パイ、もしくは待ちイと言い,い、パイ a が待ちイである状態を、A 待ちという。なお、数量灰が1種類であるとは限らない。口実するように、10種類以上の灰によっては、量する、ことが可能なケースもある。 超敗したとき門前なら、すなわちチーもポンも名官もしていない状態ならば、律字化をかけることができる。超敗していることを宣言してしまう代わりに、点数を上積みできる、可能性がある。もちろん、門前で超配しても律字化をかける義務はない。通常、超配といえば、上に定義した通り、13枚の状態を指す。しかし講義には、それに、 余剰イ1枚を加えた14枚を持っている状態、つまり打牌する直前の状態も、長牌に含まれる。なお、講師が含まれる場合、手牌の総数は15枚以上となるが、講師は4枚を一つのメンツとして扱う特殊な形であり、4面ンツ1弱等という形式は変わらないため、便宜上、本校では原則として、講師を含まない、数両型を前提にする。 同じメンツでも、講師は純手配ではなく、すでに晒しているパイであるため、町の形として、純子や、国師を待つことや、自分の講師によって、本来の町パイの一部が潰れるあるいは空調になる、ことはあっても、町の形として、講師を待つことはありえない。超配するまでに、有効なパイがあと何枚必要かを、包丁という単位で数える。あと一枚で超配になるなら、 一校長、あと二枚なら二校長といった具合である。長輩までの速さという観点から手の良し悪しを測るための勘弁な単位である。天輩の形に多くのパターンがあるように、一校長の形にも数種類のパターンがある。その分類や具体的な倍姿型例などは、一校長のページを参照。局の最後まで誰も上がらずに終わった場合、長輩していたかどうかによって、 点数のやり取りが行われる。これを、脳天マップという。漢字で不調マップと書き、脳点ツップと読ませる表記になっていることもある。超敗していた人数と脳天だった人数によって、受け渡しされる点数は変動するが、総額で3000点やり取りされる。超敗には上がりに結びつく状態としての超敗と、前述の脳天マップの判定における、超敗扱いとの2種類がある。 闇天門前で長敗し、立時化をかけないことを闇天もしくは目調という。リーチをかける必要がないケース、東一局の東屋展望状況を理由とする、玉天、南四局十巡目の西永へ数両編、数両とは、マッチパイが2種類、またはそれ以上あるが、そのうちの一部の範囲について、 偶発薬でもつかない限りは縛り薬の条件を満たせないため上がることのできないような天配のことである。薬杯の片数両単野尾の片数両多面割りの片数両この他編数両があり得る薬としては、ちゃんた、ン・ちゃん、一気通貫、三色同国が該当する。また片数両に似た事例としては、門前薬の平和、一平行や、 門前役でなくても上に述べたような役を門前で、超敗している場合で、その役になる町とならない町があり、その役にならない町の方ではもだと、門前清室モアで上がれるが、論では立地化をかけているか、偶発役でしか上がれないという例がある。なお、役がつかない町パイの見逃しでも、上がりパイの見逃しとして、同順ない不利点のルールが適用される。蕾線せ線とは、 つも上がりであれば役があるが、どのあがりでは、役のない門前清志つもはやさんあんこうのみの長輩のことである。稀に、振り点の時のことを指す場合もある。袋下、つも千振り点振り点とは、自分の数両配を自分で川に捨てている状態のこと。次の三つのうち一つでも該当すれば、振り点になる。通常のルールでは、振り点になった場合、つも数両はできるが、 論数量はできなくなる。自分の数量配を自分で切ってしまっている場合。黙点状態で竹のシャパイを論せず見逃し、自分のつも番がまだ来ていない状態。これを、同順ないリテ点という。リーチ後、竹の捨てた数量配を論せずに見逃した場合。見逃した後は、リテ点として扱われる。これを、リーチ後のリテ点という。 現在広く遊ばれているありありマージャンでは、前述の通り、不利点状態の論数量は不可、ただしつも数量は可という制約が一般的である。ただし、時代や地域によって、不利点の制約には定義揺れがあり、初手合わせの相手と卓を囲む場合などは、他の細めなども含め事前に確認しておくのが望ましい。形式長配形式長配とは、役のない天配のこと。 門前を崩したためリーチがかけられず、三色や、大体などの手役もない天敗型のことである。しばしば形長と略される。現状では、令状開花、走行、改定など偶然役でしか上がれない形現在、一般的に採用されているルールでは、形式長配を認めていることが多く、ノーテン天ップの支払いを避けるため、あるいは親の連チャンを狙って、 流局間際に無理やり天牌を取りに行くことがある。この時、役がなくても天牌の形になっていれば、天牌として認められる。形式長牌を認めない、ルールの場合、形としては、天牌していても、役がなければ、天牌とは認められず、脳天扱いとなる。空長空長とは、形としては長牌しているものの、捨て牌や袋、ドラ表示牌などで、 数両杯がすべて見えており、数両の望みがない状態のことである。順から長杯、順からとも呼ばれる。以下に挙げるように複数の場合が考えられる。脳天バップのやり取りにおいて、長杯と扱われるか否かは取り決めによる。上がりパイをすべて自分で使ってしまっている場合、上がりパイが場に4枚できている場合待ちは、待っているパイがメンツのどの部分に当たるかによって分類される。 特典計算のサイノフにも関わってくる。四面対イ弱等型では、町は必ず以下の両面、か張り、へ張り、シャンポン、短期のいずれかになる。このうち、両面、か張り、へ張りの三つは順子を待つ形であり、大体は形式を取る役ではこれらの町を取ることは、できない。逆に、シャンポンは、国史を待つ形であり、二平行のように四順子一弱等とみなす。 必要のある役は、シャンポン待ちで成立させることはできない。これらに対し、短期は弱等を待つ形となる。なお原理上、シャンポンと短期は、走行では量することができない。両面待ち両面待ちとは、超配時において3つのメンツと弱等が完成しており、最後に両面投資が残された状態を言う。待ち配は待ちイの枚数は、最大2種類8枚。 簡単に作ることのできる複数待ちで最大8枚の灰を待てることから、待ち灰の数の面では5種の中で最も良い待ち方である。両面待ちをは漁しても負点はつかない。平和については、両面待ちでは漁することが役の成立要件である。かんばり待ちかんばり待ちとは、長廃時において3つのメンツと弱刀が完成しており、最後に関東市が残された状態を言う。 カンバリ待ちでは両すると不、点2点がつく。待ちイは待ちイの枚数は最大で1種類4枚。両面待ちに比べると不利な形であるが、この例の場合なら3作もしくは7作を引くことで、両面待ちに変化する。また、カンバリ待ちは戦略的に引っ掛け率直を狙いやすい。例えばから5等を切ってリーチした場合、両面待ちを想定した相手は2等安全イだと、 思い込む場合がある。立時化を受けた相手の心理としてはより安全な場合を選ぶ傾向が強く、筋は安全という心理を逆についた戦略である。引っ掛けリーチについては立時化のページも参照のこと。変張り待ち変張り待ちとは、長廃時において3つのメンツと弱闘が完成しており、最後に変闘子が残された状態を言う。変張り待ちでは両すると不、点二点がつく。 マチハイはマチパイの枚数は最大で1種類4枚。カンバリと異なり一手で両面への変化ができないため、カンバリよりさらに不利な形である。12の変闘詞なら4、89の変闘詞なら6を、つもすればカンバリに変化させることができるが、そこから両面に変化させるにはもう一手必要である。なお、順子型になる場合でも、段球や、 緑一式のように1 9イを持たない役では、変張り待ちが存在しない。三色同順や、一気通貫などの役に絡む順子を待つ場合、両面待ちではこれらの役が確定しないのに対し、純粋なかん張り待ちや変張り待ちの場合は待ちパイが一種類しかないのでこれらの役が確定することになる。その場合は、振り点や暗め上がりの心配がないことと、 両面待ちと違い相手が待ちパイを読みにくい。ため立ち時間をかけやすい。そう待ち、そう待ちとは、長配時において三つのメンツが完成しており、その他に、トイツが二つある状態を指す。シャボあるいはバッタと呼ばれることもある。待ちイはと待ちパイの枚数は、最大で二種類四枚。両面と同じく二種待ちだが、枚数はカンバリ、ヘンバリと同じであるため、両面ほど有利な形ではない。 ただし、同じ4枚待ちのカンバリ、ヘンバリが一種待ちであるのに対し、シャンポンは二種待ちであるため、その分カンバリ、ヘンバリよりは有利である。また、関連性のない二種類を待ちパイにできるという、どの待ち方にもない独自のメリットもある。なお、シャンポンには待ちによる負がつかないが、数量すれば、必ず国史が完成するため、その分の負点は入る。シャンポン待ちを数量すると、 二つの統一のうち一方は弱党、もう一方は国史となる。国史は、積も数量の場合には暗光異なり、論数量の場合には明国史になる。三暗光及び四暗光は、積もか論化で成比が変わることがあるので注意が必要である。具体的には、シャンポン町ちの四は暗光長廃は積ものみ四に暗光が成立するので、積もり四暗光といい。 アンコウでないメンツを一つ含むシャンポンマチの三、アンコウ長配も同様である。短期マチ短期マチとは、長配時において四つのメンツが完成しており、弱刀となるトイツが一枚欠けている状態を指す。短期マチでは両すると不、点二点がつく。待ち配は待ち配の枚数は、最大で一種類三枚で、五種の中では、最も少ない。ただしの切り替えが容易であり、つその際に、 不利点となる危険性も少ない。また、ツモパイによっては、すでに完成したメンツとの組み合わせによって2面、間違いしたメンバリへ変化させることも可能である。短期待ちに関連する役としては、4アンコウ短期が挙げられ、つも論問わず4にコウが成立し、ルールによっては、ダブル役満となる。また、4公子の長輩は4メンツをすべて晒すのでもちろん、短期待ちとなる。 裸短期4袋して手配が1枚だけになっている状態を裸短期と呼ぶ。裸短期の状態では安全牌が最大で1枚しか確保できないため降りるのが困難である。地獄短期短期待ちにおいてその待ち範がシャパイや竹の袋、ドラ表示牌などにより2枚見えていて有効な数量範が1枚しか残っていない状態を俗に地獄短期という。 地獄短期は主に自敗で行われる。これは自敗が順行を構成せず、また2枚が捨てられているために使用するのが難しい状態であることを利用している。例外的な上がり方である7トイツ及び国士無双の場合、7トイツの方は必ず短期待ちになるが、国士無双は上記のいずれにも当てはまらない特殊型になる。7トイツの短期待ち7トイツを超敗した場合は、 必然的に短期待ちとなる。ただし7と一和布が固定のため、短期待ちの2布はカウントされない。待ち配は、国士無双一面待ち国士無双一面待ちとは、国士無双の長牌型において、弱党は確定済みで9倍の1枚が欠けている状態を指す。短期待ちは一種3枚待ちなのに対して、国士無双一面待ちは一種4枚待ちとなる。 この町方を国士短期と呼ぶこともあるが、本来の短期町は単独牌を統一にする形なのに対し、国士短期は手牌に含まれていないパイでは量する形なので、同じ短期と呼ばれる町でも本来の短期町とは性質の異なるものである。本来の短期町は7統一を含めて、原理上走行は不可能なのに対し、国士短期は走行が可能という珍しい短期町である。 国士双、装、町とも呼ぶ。町灰は、国士無双13面町国士無双13面町とは、国士無双の長灰型において、手配に13種13枚の9パが1枚ずつ、揃っており、弱刀が確定していない状態を指す。弱刀を待つので、形式的に短期町とみて13面短期と呼ばれることもある。この場合、最大で13種類39枚もの灰を待てる。 最高の町の形である。ただし、ここに至るまでに1枚でも9パイを捨てていると、振り点となってしまうため、完成すれば上がりやすいものの、完成させるまでが非常に困難である。そのため、振り点でない純粋な13面町の国士無双は、ルールによっては、ダブル役万とされることもある。町は、すべての9パイ長配置において、町パイが M 種類存在することを、 m 面待ちマチあるいは m 面張りバリという。4面ン1弱等、すなわち4つの完成メンツと1つの統一によって成立する役を長配している場合には、超配時において手配に含まれる未完成メンツの形によってマッチパイが何種類あるか決定される。マッチパイが3種類以上ある場合を多面マチ、または多面バリという。多面マチの中には、 一見しただけでは、町の判別が難しいものが多数ある。そのようなものについては、ある程度の訓練が必要である。また、四面、超以上の複雑な形の場合は、パターンを丸暗記してしまった方が早いこともある。品質する多面張り方はそれほど多くはない。以下、マッチパイの種類の数について衝述する。なお、和完成メンツは、和弱等を意味する。 いずれも町パイには影響しないパイによって構成されているものとする。基本的な形式は、上記のマ張り町、変張り町、短期町、および国士無双の一面町であるが、この他にも四枚使いによって、本来の町が潰れて一面だけの町になることもある。シャンポン町は二面張りとは限らない。以下のように一方の町パイを、すでに自分で四枚使用している場合は、 シャンポンの一面待ちとなる。この場合も、シャンポン待ちに変わりはないので、待ちによる負は得られない。この場合、マチパイの枚数は、最大で一種類二枚。両面待ちにも一面待ちとなるケースがある。やはり形式は両面なので、待ちによる負は得られない。この場合、マチパイの枚数は、最大で一種類四枚。工術する延べたの端にある数パイのうちいずれがさらに、 国詞を形成している場合、そのスーパイを4枚使用しているため、結局ただの短期待ちと同じ一面待ちになる。この場合、マッチパイの枚数は最大で1種類3枚。基本的な形式は、上記の両面待ち、総マチがあるが、基本的なマチの形式の派生型として、次のようなものがある。延べ短短期待ちの変則型で、連続するスーパイが1枚ずつ4枚並んだ形。 端にある2種類のスパイがマチパイとなる。マチパイの枚数は最大で2種類6枚。両面マチと同じように筋を待つが同時に短期待ちなので両面短期とも言われることがある。あ両面両面待ちの片方が弱頭にも取れるような形。マチパイの枚数は最大で2種類6枚。変則2面待ちカンバり待ちとも短期待ちとも取れるため、マチパイは2種類になる。 マッチパイの枚数は、最大で2種類7枚。カンバり待ちとも、短期待ちとも取れるため、チハイは2種類になる。マッチパイの枚数は、最大で2種類7枚。三面待ちには、1から4から7、2から5から8、3から6から9など、単一の筋を待つ三面針と、1から4から3、2から5から4など、複数の筋を待つ変速三面針の2種類がある。 競技の3面、超以外の3面張りを変則3面張りとするもので、品質する変則3面張りには特に名称が付けられている場合もある。競技の3面マチ両面投資と順ことが、M、M プラス1、M プラス2、M プラス3、M プラス4という形で複合する場合である。これを3面待ちと呼び、他の変則3面待ちと区別する場合もある。 ピアノ町と呼ばれることもある。わずか5枚の灰によって、最大で3種類11枚ものパイを持つことが可能であり、良いチの一つとされる。4枚の灰によって成立する3面チスーパイ N の暗項コ,コに、スーパイ N プラスマイナス1が1枚くっついている形である。最も少ない枚数の灰によって構成される3面チでも、ある。N を国士と見ることも、 弱頭と見ることもできるため、三面町となる。マッチパイの枚数は、最大で3種類11枚。異なる筋の灰がマッチパイに含まれるため、競技の三面町よりも良い町であるとされる場合もある。7枚の灰によって成立する三面待のノベタンと、順子の複合順子に、ノベタンが複合している三面町には、以下の2種類がある。ノベタンとアンコウの複合ノベタンと、 アンコウで間が一つ開いている形。煙突系、純子の端の灰が計3枚あり、内2枚がシャンポンの一方を構成する場合である。シャンポンマチと見ることも、両面マチと見ることもできる。マチパイの枚数は最大で3種類7枚。この形は頻繁に見られるため、他の変則3面割と特別して、煙突マチあるいは煙突型と名前がついている。 アンコウの複合によって、短期待ちも成立する、両面待ち7枚の数倍が、n, n、n, n、1, n、2, n プラスマイナス1、2, n プラスマイナス2 n、n プラスマイナス2、n プラスマイナス3によって構成される場合、3枚、ある数倍 n を弱等と見る場合の両面待ちと、国史と見る場合の短期待ちとの複合により、3面待ちとなる。の枚数は、最大で種類枚。 短期待ちと、カンバリ待ちが成立する三面待ち一平行形の三面、待ち数パー N の時子が、N-1 の統一と、N プラス1の統一に挟まれる形である。N を、国士と見る場合の、シャンポン待ちと、弱東と見る場合の短期待ちとの複合により、三面待ちとなる。待ちぱの枚数は、最大で3種類5枚。四枚使いが含まれる三面町枚のによって、 成立する三面待ち連続する数パイトイツの両端のいずれを弱等と見るかによって、二通りのシャンポン待ちが成立することから三面待ちとなる。数パイのトイツが三つしか連続していない場合は、単なるシャンポン待ちに過ぎないことに注意する必要がある。待ちパイの枚数は最大で3種類6枚。連続するアンコウ二つにトイツが一個くっついている形の場合、 もう一つの統一と、シャンポンマチを形成するだけでなく、両面待ちも成立する。M プラスマイナス5を国士と見ることも弱東と見ることもできるため、三面待ちとなる。マッチパイの枚数は、最大で三種類9枚。ノベタンによる二面待ちと見ることもカンちゃん待ちと見ることも、できるため、三面待ちとなる。マッチパイの枚数は、最大で三種類10枚。 この形が成立するパターンは2通りしかない。13枚の範によって成立する3面待ち13枚の数パイが M、M、M、M プラスマイナス1、M 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 プラスマイナス2、M 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 プラスマイナス3、M プラスマイナス3という構成である場合、 三面待ちとなる。M、M プラスマイナス一、M プラスマイナス二の順庫が三つあると考えた場合の両面待ちと M、M プラスマイナス一を国子、M プラスマイナス二を弱頭と見た場合の一面待ちとの複合である。マチパイの枚数は最大で三種類七枚。七枚の灰によって成立する四面待ち三面割りと 短期待ちの複合二筋の両面待ち一平行形の四面、待ち四枚使いが含まれる四面待ち、暗ウ二つと短期が連続した形十枚の灰によって成立する四面待ち暗ウに三面のべタンがくっついている形二つの暗ウに、のベタンが挟まっている形二つの煙突型によって成立する四面待ち両面待ち二つと、シャンポン待ちが重なったもの。 五連続と市シャンポンマチと三面マチの複合シャンポン。マチと両面の複合13枚の灰によって、成立する四面マチ三面シャンポンと煙突系の複合三面シャンポンに一平行系の三面マチが、重なった形シャンポンの他に、両面にも取れる一平行含みの形と煙突系の複合アンコに、延べタがくっついた形二つのアンコの間に、 短期の灰が挟まっている形9連方塔を順古2個分縮めた形。手灰全体が煙突型になっている形3面町と複合した煙突四面張りと2つの煙突型による四面張りが複合した形。4面ツイッチ弱闘の形として複数の色の町を持つものとしては最高の町数であり、複数色町の五面張りはこのパターンに限られる。 二つの煙突型が重なっている形一平行と、延べたんが重なった形四枚図いが含まれる五面。町煙突型と五連続統一が重なった形一。平行と一平行系の四面町が連続した形。九連方等から暗号を一つ除いた形五。連続統一に、順庫が重なった形五連続統一と順庫で、橋の二イまたは三イが重なった形は六面町となる。 可能性がある。なおも連続統一と順子の橋の灰同士が一つだけ、重なった形では5面待ちになる。また、同じ五連続統一に、順子が三倍重なった形であっても2兆2333億4445566のように真ん中で重なった形では五連続統一と、同じ四種類の待ちのみとなる。 二筋の三面ッチ四枚使いが含まれる六面ッチ九連形九連方塔を順子一個分縮めた形。七連方塔純正九連方塔の形は他の同じ色のすべての灰で上がれるという特徴を持つが、この特徴を持つ形は他にも8通りある。四枚使いの灰があるため九面待ちにはなっていないが、同色の灰のすべてが当たり灰となっている。 これらのうち7面町、ち、8面町ちのものを、それぞれ7連方塔、8連方塔と呼ぶことがある。7連方塔は2種類ある。5連続統一と、暗号が連続した形1平行と、煙突型2つと延ベタンが含まれる形4面対知、弱頭の形における8面町ちは、以下の2種類に限られる。9連系9連方塔を、順個1個分縮めた形。 八連砲塔、八連砲塔は六種類あるが、本質的には、下の三つだけで、もう三つはこれらを一から九まで逆にしたものである。純正九連砲塔、純正九連砲塔の形は、四面図一弱塔の形では、唯一の九面張りの形であり、最大の待ち数の形である。九連砲塔は約万だが、純正九面張りになっている。この形は、ルールによっては、 ダブル役ンとされる場合もある。国士無双13面、超上記の国士無双の13面町。12面町13不当ローカル役の13不当は、1面から13面までのすべての町の数を取ることができる。13不当の13面町でない形では12面が最高となる。13不当における13面張り13不当にも13面短期のようなものがある。 22面町。弱東のない形の13不等を認める場合を採用するローカルルールに限るため、ここで紹介すべきかは異論のあるところだが、前述の13面張りの形は13向こうに対する町の形となる場合が少なくない。13向こうは1面から9面までの全ての町の数を取ることができるため、両者の町を合わせると最大で22面町となる可能性がある。 ただし、第一つ撲を待たずにハイパイのみで十三無効を宣言できる場合は意味をなさないため、ここで言う十三無こは十四不当の意味であることに注意。十三無効と国士無双十三不当を採用せずに十三無効を採用するような場合は、ハイパイ時に国士無双十三面待ちだった場合に限り、第一つ撲が二十二面待ちとなる。 13無効と13不当13不当に加えて13、無効を共に採用する場合、もしくはそれも13不当に含まれるとみなすような場合は、最大で22面までの町の数を取ることができる。34面町。改定牌のつの前で、それまでの社牌がすべて9牌でしかも泣かれておらず、さらに手牌の中に9牌がある場合を考える。 すると海底が何であっても必ず流し満岸となる倍を切れるので、これを34面張りと考えることもできる。ただ流し満岸が上がり役と言えるかどうかは、異論があるところであり、必ずしもこれが多面張りであるとは言い切れないが、認めるとするとこれが最高の町数となる。町という、ありがとうございます。